既存のハンドグラインダーでは研磨剤を変えるときにはロックナットを外し砥石を取り付けまたロックナットを回して電池で締める方法で交換します。変えるたびに電池、スパナなどが必要となり、しかも安全な場所に移動し砥石を交換する時間が何分もかかっていました。安全性、迅速性、効率性、正確性、現場において何一つも欠かせてはいけないことがあります。我が社が開発したカプラーをお持ちのハンドグラインダーに取り付けます。カプラーは特許権を持つ部品です。カプラーを設置するときは電池が必要になりますが、カプラーを1回設置するとそのままずっと使えます。ハンドグラインダーにカプラーを取り付け、時計の方向へカチッと音がするまで回します。その後カプラーのレジをレンチで締めます。その後ワンタッチハンドグラインダー専用の砥石をワンタッチで簡単に取り付けることができます。これからはレンチ、スパナなどは必要ありません。砥石を時計の針の方向へ回すと2回カチッと音がします。この音が安全に設置が終わったことを意味します。外すときは時計の針の逆方向に回せば簡単に外せます。逆負荷防止、過負荷防止に優れている製品と誇りを持っています。この技術が17年間の研究により開発され、3つの特許技術で作られた製品です。簡単に研磨剤を変えることができる、革新的であり我が社が誇りを持つ製品です。我が社ではそれを解決するために長年の研究と努力を費やした結果がこのワンタッチハンドグラインダーです。世界を回転するものを私たちは作る。作業の安全性、迅速性、効率性を高めるために長年研究し、ついにワンタッチハンドグラインダーを開発することができました。私たちは新たな価値、変化を生み出すべく挑戦を続けています。革新的に現場を変えるワンタッチハンドグラインダーを紹介します。